どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、エリッシュの降臨の周回編成2パターン紹介していこうと思います。今回はどちらもシバダラを使った周回編成になります。はい。で、編成難易度に関しては、まあ1パターン目、2パターン目ともにそこまでは高くないかなと思います。で、ダンジョン自体は3分ぐらいで周回できて、報酬も結構美味しいので、まあ GS とかに比べても結構周回する価値のあるダンジョンになってるのかなと思います。なので、もしね、周回編成組める人はスタミナ余ってれば、この期間中にね、周回の方も頑張ってほしいなと思います。じゃあ早速今回はね、周回編成紹介していこうと思います。はい。まずは1パターン目、ゆうとくんからお借りしている編成になります。今回こちらの編成がね、2パターン編成があるということで、多分今どちらも紹介していると思います。はい。で、ハーデストラゴンの方が一応組めるならおすすめ。組めない人はもう1個の甘小積編成組んでもらえればいいかなと思います。その代わりは潜在キラーが少し、必要になります。今回は、ハーデストラゴン編成の方を使いますね。まず、リーダー、チャンダラナラーですね。チャンダラナラーは、超学生7コンボ強化があるキャラクターなんで、まずは超学生7コンボ強化使っていきます。はい。超覚醒が7コンボ強化に上限解放で黒レブキ継承ですね。はい。からの芝田ら超つなげし上限解放に甘小積継承。芝田ら超つなげし上限解放に甘小積継承です。からの正月亀結びスキブに上限解放でこちらハーデストラゴン武器。ついに来ましたね。ハーデストラゴン武器継承です。持ってない人はもう1パターンの方組んでください。芝田ら超つなげし上限解放にバレリア継承です。ラストフレンド、ジョナサン7強上限解放にキラ武器継承って感じになってます。今日はこちらの編成使ってまずはやっていこうと思います。実際に使っていきます。ショートトトトトやっていきま、いや、エリッシュノーやん。やっていきま、ショー、まずは1階層からです。はい。1階層、真ん中芝ダラ打ってあげてずらしていきます。はい。真ん中芝ダラからのずらし。で、これで超つなげし組んで殴っていきましょう。まあ、ちなみに全然ね、ヘラ編成の方組んでもらっても、もうほぼ誤差です。一応こっちの方がいいですよっていう話なだけで、ハーデストラゴン編成の方がね、いいってだけで、全然ヘラの方の編成使ってもらっても2分50秒とかで周回できるので、どちらもめちゃくちゃ早いんで、どっちでも OK です。はい。まず1階層芝ダラ突破です。2階層芝ダラで突破していきます。まあ、ただ一応ね、このね、ハーデストラゴンの編成の方は潜在キラーが必要ないんでね、下手に潜在とか組み替える必要がないのがすごく楽でいいかなと思います。はい、3階層です。ここはチャンドラの裏打ちます。クローリー打ちましょう。からの芝ダラ打ってあげて、これで花火打って倒していきます。はい。バレリア武器ね、スキルブ1ですからね、注意してください。で、これで突破していきましょう。甘小積武器、バレリア武器ともにスキルブ1でお願いします。ちょっと PDC 甘小武器3台って書いてるんですけど、これバレリア武器のことですね。バレリア武器スキルブ1でお願いします。はい。で、4階層です。ここも芝ダラ打って倒していきましょう。で、このままずらしてワンパンしていきます。10コンボです。で、続きまして5階層ですね。5階層も芝ダラ打ってあげてずらしていきます。もうひたすら芝ダラずらしてワンパンしていくだけです。はい。芝ダラ打ってずらし、ここもずらし1コンボで突破していきます。で、続きまして6階層ですね。6階層に関しても芝ダラ打ってあげてずらすだけで倒すことができます。はい。もう自動回復のおかげで HP に関しても安定してるので、ひたすらずらしてこんな感じでワンパンしていきます。マッチも落ち込んだしマッチなんでね、下手に落ち込まなくて楽ですね。これで倒していきましょう。7階層です。7階層に関してもまだしばだらずらしていきます。はい。だからすごいね、今回の MTG コラボコロシアムめっちゃ楽なんですよ。マジでこんな感じでしばだらずらしてるだけで周回できるからさ、めっちゃ楽なんよね。その割に報酬美味しくて早いっていうさ、最高のダンジョンなんだよな。さあ、これで突破です。はい。8階層はまず神結びの裏打ちましょう。で、からの芝ダラ打ってあげてずらして突破していきます。まずは 35% グラビティからの芝ダラ打ってワンパンです。はい。このまま芝ダラ打ってワンパンしていきます。ハーデストラゴンのおかげでちゃんとグラビティ入ってますので、このまましっかりと2パンというかワンパンですか、ごめんなさい、ワンパンしていきましょう。さあ、続きまして9階層です。9階層はジョナサンの裏に継承しているキラブキ打ってまずは 40% 減らします。はい。で、からの、ここでチャンドラナラを打ってあげて、もう一回 10% グラビティを放ちます。からの芝ダラを打ってあげて突破していきましょうっていう感じの編成でした。もうマジで芝ダラ1コンボずらして周回できるにもかかわらず、立ち回りもめっちゃ楽なんで、もう、超おすすめ。で、もうこんな感じで高速周回できて、ちょっと報酬見てほしいんだけどね。この速さで周回できるにもかかわらず、報酬が、プラス999、キングタマドラ、宝玉2種、6枠潜在、P、リッチ、レインボー、スパネ2台と、かなり報酬も美味しいので、周回する価値十分あると思います。はい。で、タイムに関してはですね、
タイムに関してはですね、こんな感じで2分52秒で周回できるので、もう組める場合めちゃめちゃおすすめな周回編成となっております。という感じがね、1パターン目の柴太郎を使った周回編成でした。どちら使ってもらっても大丈夫なので、好きな方を使って周回してください。じゃあ次行きましょう。さあ続きまして2パターン目ですね。こちらレイニー君からお借りしてる編成になります。いや、違うんですよ。レイニー君も YouTube やってるんでね、よかったら見てあげてほしいんだけど、レイニー君がね、DM でね、いや、ゆうころさん、マジでこれ、紹介してほしいっす。使ってくれていいっすって。もう DM わざわざレイニー君からくれたんだよ。もうこんなありがたすぎるんで、もうもちろん紹介させていただきます。マジみんなレイニー君のチャンネル登録よろしくね。5000人超えたらしい。ガチおめでとう。編成こんな感じです。はい。まずはリーダー、チャンドラナラです。スキブ上限解放に、サノブキ継承ですね。はい。からの、シバダラです。超つなぎし上限解放悪魔キラーに、こちらスキルブースト武器継承です。これが3体ですね。はい。超つなぎし悪魔キラー、超つなぎし悪魔キラー、上限解放にスキル武器継承です。サノス、ここだけ編成難易度が高いですが、スキルブーストプラスに白ひげ、まあ、スキルブースト2個持ち武器継承。サノスさえ持っていれば組めるかなと思います。あとはジョナさんです。7強上限解放にこちら、クロリ武器継承って感じになってます。まあ、今日はね、こちらのサノス編成も使って遊んでいこうと思います。行きましょう。これね、サノスさえ持ってれば編成難易度マジ低いんで、編成難易度低めのサノス編成って感じです。はい。そう、サノス持ってればマジで編成難易度低いからおすすめです。はい、まず1階層です。チャバダラ1体目打ってあげて倒していきます。で、2階層ですね。チャバダラ2体目打ってあげてずらして倒していきましょう。チャバダラ打ってから花火ずらし。さあ、これで突破していきます。オッケー。で、このまま倒してあげて、続きまして3階層ですね。3階層は、シバダラの1体目と、フレンド側に継承しているクルーリ打ってあげて倒していきます。はい。シバダラからのクルーリで自動回復しながら破壊していきましょう。これで、おい、ふざけんな。ふざけんな、その火ドロップ。火の1コンボで倒そうと思ったら落ちコン入ったじゃないか。まあ、要はこれで倒します。はい。で、4階層です。4階層はシバダラもう1回打ってあげてずらしていきましょう。シバダラからのずらしです。はい。で、このまま倒していきます。 OK。 さあ続きまして5階層ですね。5階層はリーダーチャンドラのスサノを打ってあげてからシバダラ3体目打ってあげて超つなぎしずらしで突破していきます。はい。スサノでからのシバダラ打って、ずらし。さあ、このままワンパンしていきましょう。16コンボで突破していきます。OK ですね。これで倒します。はい。で、続きまして、6階層です。6階層は、シバダラ打ってあげてワンパンしていきます。はい。このままシバダラ打ってワンパンですね。これで突破。さあ、続きまして、7階層です。7階層もシバダラ打ってずらしていきます。はい。はシバダラ打ちましょう。で、このままワンパンで突破していきます。はい。で、続きまして8階層ですね。8階層、はい、8階層まずはシバダラ打ちます。はい。まずはシバダラ打ってあげてずらし。で、火の半減がある時点でワンパンできないんですよ。だから、まず1回シバダラ打ってこれで削ってあげてから、あとは半分時ジョナサン打ってあげて突破していきます。はい。これで継続して2パンできるので、このまま突破していきます。2パンです。はい。これで倒しましょう。トゲは完全無視で OK。 でラスト、9階層ですね。9階層は残りのシバダラとサノス打ってあげて突破って感じになります。はい。まずはシバダラ打ちましょう。シバダラ打ってあげてからサノス打ってあげて、これで突破していきます。はい。このワンパンですねっていう編成でした。もうさすがレイニークオリティですね。もう普通にずらすだけで突破できて、めちゃくちゃ周回も早くて楽に勝てて、しかもコロシアムなんでね、報酬がこんな感じで、はい、かなりうまいんですよね。キングタマドラ、宝玉2体、上限解放も六枠潜在だね。で、 P にリッチレインボースパナイ2体って感じで、報酬もまあ悪くない報酬になっていて、タイムに関してもこんな感じで、でん1周3分2秒とかで周回できるので、かなりおすすめな編成になっております。という感じがね、今回紹介した MTG コラボコロシャムの周回編成2パターンでした。もうどちら使ってもらってもめちゃくちゃ強いしね、まあ、特にレイニークの方に関してはもうサノス持ってればね、編成難易度超低いんで、もし組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。